ミシンタカでーす。今日はなんとシーシャーさんに来させていただいたんですけれども、お邪魔しております。僕の7年ぐらい の古友りょうくんのお店にちょっとね遊びに来てます。そうでちょっとシーシャーオーダーしてんけど、今日はねちょっとでもメロンとミルクです。見えない、これ混ぜれんの。あ、すごいね。いろんな味を組み合わせることできて。あ、そうなの。え、これって3つとかもいけるってこと？全然いける。4つは？え、全部とかやろう。ノリ良すぎ。じゃあ少々お待ちください。はい、ありがとうございます。りょうくんはね、あのモデルもしてるので、ぜひモデルもしてるので、りょうくんのインスタちょっと今ここに貼っとく、貼っときます。ちなみにここのお店のお名前、ラマイロです。ラマイロ名前色。ラマイロ、ラマイロ。今日はちょっとラマイロさんにお邪魔してます。違う。このちょっと畳のいい感じの部屋で今日シーシャ座らせていただきます。そう、新高の動画がさ、普段こういうね畳のほんまやね古風な感じなのがなかったから、絶対ここやろ。警備所とか言われてもんな。シーシャリアル2年ぶりぐらい。そうなの、うん、シーシャ1回しかしたことない。俺いつ聞いたことない。大阪で一緒に行って行きます。え、待って、来まず来まず、まあ、あそこか、ピンクの前のとこ。そう行ったな。それも最後それやもん。2年とかそうだから持ってんなと思ってた。行きました、うん、ごめんなさい、あんま調子乗らないでくれる。めっちゃ怒ってるよ。行ったね。そう、行った。え、だ、あのさ、あの話は過去のさ、やらかしエピソード。あ、もう全然あるよ。ある。全然ある。え、それは待って、シーシー来てからの話しよう。そうしよう。そうしよう。なんかすいたいじゃん。もうちょい煮えてからみたいな。そう。なんか、やにすいたみたいな。やにすいたみたいな。え、C 社って何？はーい。ヒポポとタマスです。ヒポポタマスでーす。違うよ。え、違う。何だったの？はーい。ヒポポ。あ、来た。うわぁ！うわぁ！来ました！ボコボコ言わしてますね。あー、皆さん見てください。あ、超いい匂い。すごい。あの、シーシャ詳しくない人も多分おると思うねんけど、ここがね、絶対触ったらあかん、デリケートゾーンやんな。熱いねんって。危ない。やけどする。デリケートゾーンちゃうの。デンジャラスゾーン。デンジャラスデリケートゾーン。あ、なるほど。やばい、2個来た。2個。猫だらけんの。あ、ここからも出んのね。一瞬で開いた。あ、何これ、夜間。どうぞ。伊丹空港行きたいと思います。行け行け、早く行け。え、なんか弱くない？ねえ、待って、撮って。これどこまで刺すの？でもその辺でいいと思う。うん、そこで。あー、やめて。シーシャ楽しすぎてやらかした話喋れてない。大丈夫？違う、それな。吸い方講座します。して吸えへん。ぜひ。何また卑猥な。やばいよ。マウスピース。これやばいよね、じゃねえの。あ、ほらうわーってなってるよ。すっごく濃いね。ね、すごくない？っていう。なるほどね、ちょっとじゃあ。すごい濃いわ。見る。ああ、そう。あ、濃いよ、いいよ、いい感じ。初めて。ね、すごい、ちょっと成功しちゃった。すいません。ああ、地味。あの、売れへんアイドルのショコステージ。もう一回やっていい？売れるアイドルになろう。頑張る。ねえ、できない。なんでやろうな。なんで？芯は上手。ねえ、すごいじゃん。売れた。ジャニーズ？ジャニーズ超えた。超えたんや。無理。あ、濃くなってるよ。セキュラーン。ねえ、売れた。セキュラーン、セキュラーン。あれできる？あの枠が。え、なんか、あ、できる。1個できてた。やめなよ。話の内容進まへん。話しよう、マジで。
しよう言ってるやん。人生で一番ヤバいやらかしエピソード欲しい。はいはいはい。一番ヤバいなっていうのは、一回血だらけで帰ったことある。俺その時怪我してるって知らんかったよ。あ、もう酔っ払ってるから。そうそうそう、踊ってて、で痛くもないし、なんか眠いし、フラフラしてるしで、で普通に手洗おうとか思って、手洗う洗面所見たら顔血だらけやって、やばいと思って、えぐいバンドエールつけとったから。えぐいバンドエール、スパワーパッが販売してないサイズのやつ、業務用のやつをつけてました。3箇所。あれでもマジリアル8ヶ月ぐらいずっと後残ってて、最近やっと消えた。なるほどね。はい、次。やらかしエピソードか。俺が振ったけどないんだよね。やらかしエピソードじゃなくて、俺が大阪来てめっちゃ驚いたこと言っていい？うん。まあバイト先の子、うん、の話やねんけど、赤くんって沖縄やんなみたいな。あ、そうですっていう話してて、まあ、隣の話、で、そういえば沖縄ってパスポート必要やんなって言われて、まあ、さすが大阪と思って、冗談で言ってるのかなと思って、そのノリで返してて、言いますよって。あ、なるほどね。いう、なんかそういうさ、隣のない話をしてたらさ、ガチでさ、今度沖縄行くねんけどさ、パスポートってどういう風に作ったらいいみたいに言われてさ、話進んじゃった、まあ、パスポートの作り方もわからへんのみたいな感じや、そもそも、うん、でさ、それがめっちゃびっくりしてさ、いまだにいるんかな、沖縄はパスポート必要って思ってる人、びっくりしたもん俺。なんかもうショックだった、ショックっていうかびっくりした、めちゃくちゃっていう話。あと一個あんで、沖縄県民として言うけど、天気予報のさ、地図あるやん、うん、テレビに出てくる、うん、でさ、沖縄さ、左下にあるやん、本当は、うん、でも、左上とか、九州の下とか、うん、四国の下、うん、とかに映ることが多いね、うん、入らへんから、うん、多いねんけど、それが本当にその場所にあると思ってる人もあった。あ、そうなんや。沖縄結構離れてんもんな、地図で見たら。離れてる、離れてる。大丈夫、今日、ちょっと沖縄かいみたいな感じ。全然いいよ。なんか質問でも来ててさ、なんかタカ君の沖縄の方言で伝わらないことありますか、うんうん、ある？めっちゃある。めっちゃある、ね、でもだいぶ覚えたけど俺は。何がある？覚えたのはアファとかシニとかデージとかハッサとかウスマサとか。わかるか。マブヤとか。マブヤマブヤ打ってくるよっていう。アファ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 気まずいっていう。シニアファみたいな。それはめっちゃそう、デージ、シニ、ウスマサがある。ウスマサってやばだ、地名みたい。ウスマサでもウスマサは分かりすぎだろ。デージが一番下、シニが真ん中で、ウスマサが最大級の、最大級にめっちゃ、めちゃくちゃっていう意味。シニアファーっていうのが多いけどね。ウスマサはあんま、ウスマサってなんかもうすごそうじゃないもんな。一番すごいね。長いし、ウスマサすんなさい言ってるやしとか、ね、めっちゃ言ってる、言ってたよあの人だって。でも最近のさ、若者言葉が全然分からへんくって俺ら。今日な、最初映ってくれたリョウもさ、おもろいやん、ワード、うん、なんかそういう、あんたまでよ、じゃあそういうなんかマイワードみたいな感じのパイオニアやと思ってたよ、19、20の時。もうそれがもうなんか通用しない。でもさ、たまに何言ってるか分からへんやん。でも前みたいに意味分からへん言葉全然使わへんくん。確かに、二十歳ぐらいの時はほんまに何やってるか分からなかった。そんなに怖っ。はい、本日は、ラマエロさんにお邪魔させていただきました。お邪魔させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、りょうくんありがとうございました。用意してくれました。これちなみにメロンに合わせてくれた。そう。あ、そうなん。多分マスクメロン。それな、いい感じ。ということで、バイバイ。バイバイ。